はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ本日なんですが、皆さんね、先日出した動画のバリアドンっていう動画は見ていただけましたでしょうか。あのハリファイバーがね、あの禁止になりまして、まあ、ハリファイバーは禁止になったんですが、まあ、ラドンがまだ生きてますんで、まあ、このラドンを通せばあの勝てんじゃねえかっていうね、今現在検証をしておりましてですね、あの今回活躍させていくのはこちらの、ナンバーズ42スターシップギャラクシートマホークっていうモンスターです。こちらねレベル7モンスター×2で作れるモンスターでございまして、一旦に一度あのバトルイーグルトークンっていうなんかレベル6の、 あのトークンをなんかフィールド上に可能な限り特殊召喚できるっていうめちゃくちゃ強い効果を持ってまして、であのこの機械族トークンなので、まあ、これを使うとこのラドンがね結構リンク召喚しやすいんですよ。なので、今回はこのトマホークを、全力で出していく、トマホークデッキ、トマホークからラドンをするデッキ、まあ、通称トマラドンというね、デッキを作ってまいりました。ですね、かなりですね課題が多いです。かなり課題が多い。結構 OCG のだと、まあ、クシャトリアとかがなんかあったりとか、レベル7の、展開するあの安定感があるんですけども、なんかちょっとマスターデールあんまりその辺のカードまだ来てなくて、7をねレベル7を2体並べる必要があるわけですよ。基本的にはめちゃくちゃ大変なんですよね、レベル7並べるのって。まあ一応召喚条件として例えば雷先人であるとか、あとまあグリフォンライダーとかビッシュだとか、これのモンスターは結構簡単にレベル7、出せるんですけれども、2体並べる必要があるんで結構大変なんですよね。だから今回はこの2体レベル7を並べるギミックとプラスして、まあ、強い展開、ラドンからできる強い展開を、あの、デッキの中に入れた結果、ね、ほんと手札誘発がほとんど入らないっていう、ちょっとメインギミックを圧迫しすぎまして、あの、このギミックね。やっぱね、一番初動じゃないから、その、安定感出すにはね、ある程度メインギミックを、その自分のデッキのギミックに割く必要があってさ、結構大変なのよ、これ。やってみたらわかると思うけど。なので、まあ、正直ね、そんな強くはないんですけど、その、展開通った時マジやばいこと起きるんですよ。スターシップギャラクシートマホークからラドンして、でラドンからオライオン出してくるっていう、まあ、ムーブするんですけど、結構ねこのトークンが残ってるからレベル6なんですよね。だからシンクロ召喚結構しやすくて、まあ、あの暴天荒とかガイザーとかバロネスとか絡めると、まあ、あのものすごい展開ができますということで、1戦目かなのところでものすごいあのありえん犯罪盤面みたいなやつ作ってるんで、まあ、よかったらちょっと展開が気になる方はねそっち見ていただければと思います。やっぱりですね、あの思ったのはね、抹殺の、ね、1枚がかなりきついね。やっぱそのトマホークとかあのラドンにね誘発受けるとねマジで何もできないことあるんですよ。まあ、一応今回サブプランでね、あのモンスター2体並べればデストロイフェニックスできるようになってるから、まあ、あのトマホークとか、まあ、ラドンに撃たれても、まあ、一応ベルテアナコンダ立ててデッセニーみたいなことはできるようにしてはあるけど、まあ、ぶっちゃけなくてもいい。まあ、これなしで全力展開トマホークにしてもいいと思う。まあ、通ったらガチでやばいんだよ。通ったらね、うん、通ったらガチでやばいっていうことをちょっと今回お伝えしていこうと思ってますんで、早速ねこの、トマラドンギミックぶちかましていきましょう。デュエルスタンバイ。いやー、ハンド的には人掛けするしかなくね、これ。未開駅のワールフの効果。あ、バスタモード、オッケー。これマジでさ、これ捨てられるカードが何かによるんだよね、こういうの。これ何引く？リフレクター来た。ワンチャンいけんじゃね？バスタービーストの効果発動して、バスターモード持ってくる。誘発なんもなさそうだな、これな。一応、墓穴で、裏らとか増獣はケアできるけど、無限法要とかもね、ケアできないんですよね。で、まず、とりあえずリフレクターの効果で、抹殺がね、制限になった影響はでかいですよ。こういうなんか先行絶対自分の展開通したらいいとかに、ちょっと誘発を対策する札がなくなりかけてるんで、今結構きつい。で、今回のちょっと展開の都合上ですね、なんかイーグルブースターとかも入れられないんだよね。メインモンスターゾーンにモンスター出すんで、ちょっと難しいです、これ。まあ、とりあえずレベル7のモンスター2体でオーバーレイ、エクシエンス召喚、現れよナンバーズ42、スターシップ、ギャラクシートマホーク。なんもねえ、お展開通るこれ。おい、これ通ると世界終わるぞ。これちなみに、通ると世界が終わる展開ができます。一応。通るとね。まあ、結構通りにくいけど、これ。割と。やっぱ、ハリファイバーっていうのはね、とても優秀でしたね。ハリファイバーの、その展開を通す前に勇者立てることもできたし、なんかその、まあ、今回も一応勇者はできるんだけど、ちょっと、枠がね、厳しいんだよね。とにかく。やっぱ一枚初動じゃないから。レベル7を2体並べるって、結構大変なんですよ。
なんでね、ちょっと一番下のじゃないんだけども、なんか相手なんもねえじゃん、これ。もう世界終わる、マジで。マジで世界終わるぞ、これ。とりあえず、ラドンの効果。デッキから幻獣鬼モンスターを特殊召喚できるぞ。あ、一応展開上なんかそのメインモンスターゾーンに出しに行ってもいいと思うけど、トマホークをね、まあ一応俺はこういうこの展開がなんか強いなと思って、自分でなんかいろいろ研究して強いなと思ってたので思ったのでやってるんですけども、あ、ちなみに一応暴天候の効果で今回はちょっとモンスターサーチしますけど、これ流星の極みとかにしてもいいと思います。あ、極みじゃない、流星の九死とかにしてもいいと思いますね。まあこの辺のなんかラドンからの展開はもうなんか自由にしてください。通ればいいんだよこれ。ご自由にどうぞ。あとはご自由に、まあちょっと一応参考程度に私の展開見ていただければと思うんですが、まあとりあえずレベル7にしてまずバロネスを出して一応2ビルはケアしていく。まああったら投げてるけどね、あったら絶対に投げてるけど一応2ビルはケアして、で、はい、鬼出していく。フュージョンデステルも引いてるんでこれガチでやばいです、これ展開としては。で、暴天候効果でシンクロ素材になって墓地を送られたんで、リフンが出てきますと。でですね、あ、ちなみに暴天候の効果で流星の九死をサーチするパターンだとちょっとメインデッキを圧迫するそうなんだろうな、あのカードが増えます。はい、あのね、本当に枠ないんですよこのデッキマジで。その流星ギミックってメインデッキにいないといけないカードめちゃくちゃ多くて、今回もこれリフン一応2枚入ってるんですけど、これリフンを2枚引いちゃうともうそもそも展開がね、進出しづらくなるんですね。まあ一応できるはできるけど強くならない、あんまり。結局その暴天候とかガイザーとかがやっぱデッキから出してくるっていう効果なんですよね、これ。なんでデッキに眠ってないといけないカードが結構多くて、はい、これは割とで大変なところで、まあと言いながら何も誘発を引けてないお相手し、これは完全に世界が終わる展開見せつけられることになるでしょう。これサレンダーされそうじゃね、これサレンダーされそう。そろそろサレンダー刺してくれそう。そろそろ最後まで展開できるビューまである、これ。で、ルイキューピットと幻獣鬼と組んでシンクロ召喚、大式竜がどうのこうの、シンクロ召喚バレルロードサベージドラゴン、はい。で、ルイキューピットのここで当たり前にあのネメシスをサーチできますんで、はい、当たり前にね。で、サベージの効果で何でも無効、まずこれで今一旦何でも無効が2回入りましたと。何でも無効2回入りますからのカードを手札に加えます。ネメシスコリドーを手札に加えて、そしてファイヤーの効果を発動。ファイヤーの効果で、墓地に存在する暴天候をゲームから除外し、トークンを出すと、ぷい。まあ、ラドンの効果で、ね、リンク召喚できませんが、シンクロ召喚は何回でもしてもいいですよって言われてるん で、ここで石章を出していく。で、石章リンク召喚せ、あ、シンクロ召喚成功時効果発動。双剣カードを手札に加えるという効果と、ファイヤーで愚かな埋葬をしていこうか。これちなみにだからその流星の九州のパターンの場合は、あれ、あのね、大霊峰双剣門っていうやつ、サーチしてくるといい。これで九州と大霊峰双剣門でコストを用意できるんで、はい、ガイザーをもう一回蘇生すればね、はい。まあ、今回はですね、これなんで、この展開してるかっていうと、どうしても使い手モンスターいるんですよ、俺。どうしても使い手モンスターいて、これです。かっこよくないですか、これロイヤルの姿勢理由出たんですよ俺。かっこよくないこれ、収録いくつや2300周だ。これかっこよくないこれ。これちなみになんか魔法トラップのカード発動したらそいつ除外して1200番っていうのと、モンスター特殊召喚したらなんかモンスター除外して1200番っていう効果あるんですよ。まああんまりでもバロネスの方がよっぽど強いけど、いや言うてね、結構刺さる時あるんですよね。例えば永続魔法トラップカードデッキ、エルドリッチとかエルドとかには割とね、姿勢流炎の方が強かったりするんですよね、バロネスとかよりも。とりあえずここで、サンダードラゴンをバチッと出していく。そして最後に挨拶、フュージョンデスティニー発動、つえーやべえ、なんだこの盤面強すぎるだろ、やばい、ちょ見てこの盤面、犯罪だろこれ、犯罪だろこれ、これなんかこれ逮捕されるだろこれ、どう考えてもやばいでしょこれ。ハリーファイバーがなくてもね、トマホーカーのラドンがね、展開さえ通ればこうなるんですよ、遊戯王は。現代遊戯王のパワー。今何が起こってるかっていうと、何でも向こうが2回、魔法トラップカード発動で除外が1回で、石章の効果で、向こうが1回で、特殊召喚モンスターすると除外して1200番が1回で、サーチ向こうが、永続で、何回選んで破壊が1回で、破壊らで墓地からカードを除外が1回なので、1234561234567妨害ですね、はい、7妨害です、先行7妨害。
これが現代遊戯王のパワー。さあどうする、おい、金的かなんか引いたところで金的で無効にするカードのためにコストめっちゃ切るぞ相手。さあどうする、これちなみにあのアーゼウスとか行かれるとちょっときついですけどね、割ときつい、めんどくさいことが起きる、無効効果をなんか未使用払いっていけなくなっちゃうから遅延か、お遅延か、どうした、おどうしたどうした、何も起きないぞこれ、なんかテキスト読んでんのかな、知らないってことある、この盤面結構有名なモンスターかいやいや、これ遊戯王になってなくね、いやーなるほどな、いやどっから入ろうかな、これはまあ、グリフォンライダーから出さないといけないか、グリフォンライダー出して増殖する字は無理、もうねありえんぐらい引かされ引かないといけなくなっちゃうから、相手これマジで本当相手のデッキ切れんじゃないかなっていうレベルで、ちょ一回なんか増字貫通したことあるんですけど、なんか相手の残りデッキ10枚くらいってましたちょっとその時撮影しときゃよかったなと思ったんだけど、そのなんか相手増字打ってさ、でこっち展開するんですけど、あのいつもの展開なんか相手の残りデッキ10枚なんで25回くらい特殊化するのかな、多分40枚デッキだとして多分25、26回ぐらい特殊化するんだと思う、多分このデッキ、はい、まだなんかあんな、バスタービースト、はい、バスタービーストぶん投げて、でバスタービーストぶん投げのこれでリフレクター効果、一応ここで無効とか言われたらあのアナコンダとかできるんで、なんだかんだね、やっぱねアナコンダはねあった方がいいね、あのやってる思ったけど、結局トマホークとかが通んなかった時のためにサブプラン用意しておかないとやっぱさすがに弱すぎるんで、まあ、結局そうなってくるとモンスター2体で作れるアナコンダが一番強いかなと、この環境だと、この環境というかまあ遊戯王史上で、スターシップギャラクシートマホーク出していく、さあ人掛けギャラクシーの効果を発動していくぜ、取ってくれ取ってくれ通ってくれ頼む通ってくれ、なんかあんだよな相手、ギャラクシートマホークの効果発動、オーバーレンジを2つ使い、僕をめっちゃ生成するぜ、いけ、うわぁうぇはいはい結構これ結構あるあるっす結構これ止まるからね、この展開弱すぎる弱すぎる、なんかトマラドンとかめっちゃ強そうに見えてさ、こうなるんだよな大体、あ、事故ってそう、相手も事故ってるか、エルドリッチか、エンドウェイズわかんねえ、なんだこのデッキ、もうエルドリッチで増殖ステージが入ってないか、なるほど、これは一回ワンフォーワンじゃねえか、ワンフォーワン発動、ワンフォーワンでネッシー、いやネッシーくんがね結構ね強いように見えて弱いんだよね、なんだかんだやっぱその手札を捨てなきゃいけないんで、まあ、今みたいなハンドでゴミみたいなカードしかないときはいいですけど、その基本的にはやっぱ捨てられたくないカードもあるじゃないですか、あの手札にね、だそういう時にネッシー使ってなんかね、例えばフュージョンデスに捨てられるとかあるから、でこれは一応ハジシンクロのタクを残すためにレベルを3個上げて7にして得しますね、これね、でこうすると一応アナコンダもできるし、天意の竜騎士もできるという一応効果がある、無下法よここで、ええこれさレベル下がんなくね、ああなんかやった、使ってくれた使ってくれた、なんか謎に使ってくれた、マジやった、よしこれは、いやこれアナコンダか、これさすがにこれアナコンダじゃねえか、竜騎士よりかはアナコンダの方が強そう、いや無限法要2枚目ないでしょさすがに、いやどうせ墓穴とかじゃないのあれ、とりあえず一回ちょっとバスタービーストとサイキックリフレクターをリンクマーカーにセット、サーキットコンバイン、これちなみにねトマホーク君はね守備力が3000っていうね圧倒的壁になるんでね置いとくといいですよ、結構割と耐久してくれる、守備力3000の壁は意外とでかいから、でここでフュージョンデスにぶち込んでいく、頼むどうしとった、でディナイアルダッシュ、ディナイアルダッシュ、ここでデストロイフェニックスガイをぶち込んでいく、オッケー、よし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 よはいはい、まあそれはでも正解だわ、結構言うて緊急テレポートでもまだ入ってるからね、あのリフレクターが、まあ、とりあえずですねこっからはねもうやることがないんで、トマホークじゃねえや、デスフィニビートが始まります、
バリケードベルク入れておけば、なんかバリケードとそのトマホークであのラドンとかできるかもしれないけど、ちょっと一応ブラフセットして無限保養みたいな顔してセットして、いやこれさ、なんかあれなんだよね、バリケードベルクとか入れるわけないんだよマジで。エクストラもメインもさ結構パンパンなのよ。スモールワールド、オッケー、スモールワールドか、まあ、無効にするカード一切ないからいいよ。うらら、なるほど、うらら、うらら、うら、うららを除外して、これは何を持ってくるやつですか。スモールワールドってうららから除外して何ができるの。エフェクトベーラー、なるほど、エフェクトベーラー除外、あー、レイスだ、なるほど。光属性モンスター計算します。地光が光なし、光なしだね、光なし、光なしだったらこれアレイスター召喚にも打っちゃっていいな。アレイスター召喚、いやすべき光あるか、いやないだろさすがに、ない。これメルカバ出せたとこ嫌だから、これもうここでデスフェに打って、で相手のアレイスターしょってで光属性を用意できないようにして、でメルカバーだけは出させないようにしよう。でもねメルカバーなかったら言うてね、そんなにやばいこと起きないから。これはデスフェニが除外されるとガチでやばいから、ベルティアナコンダとアレイスターで破壊して、でこれで、召喚魔術打って、まあ、出すとしても、まあ、まあ炎いるからまあプルガトリオとか、あと闇いるから一応なんだっけ、あの人名前なんだっけな、あの獣のやつ、あの効果1回しかつかないみたいな、あれか、また血だから、まメガラニカだと思うんだけど、あプルガトリオ、オッケー、プルガトリオ出てきた。いやそんな強くないの、そう、あのやっぱ結局ねメルカバーが出せなかったら強くないから。で召喚魔術を回収、あ、待って、アレッサ回収して召喚魔術をデッキに戻していくと、オーケーいいだろう、オーケーいいだろう。でこれでプレカスでぶん殴られて、破壊されても結局戻ってくるから大丈夫で、でトマホーク3000だからプレガトリア抜けなくてアレイスター使うしかない。いやこれ結構いける、これ結構いけるよ、これ耐えてる耐えてる耐えてる、意外とバトル、オッケー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 、来たぜ。これは魂のデスペニンビートル勝てるかもしんねえ。さアレイスターをぶん投げるしかねえ、お前はオッケーいいだろう。まあ、モンスターを2面処理してくるってことがいいだろう。ちなみにデスペニーの効果は、次のスタンバイフェーズにまた自分を蘇らせるという効果を持っているぜ。よし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 、これで普通に抜けんじゃない、デスペニーで相手の盤面ね。これ今カード1枚だったから、これでデスペニー帰ってきて2枚で400しか上がんないから、次打点勝ってるからこれいけますよ、全然いけます、まだまだ俺は参える。さあ召喚魔術、何2枚目、俺のデスに返せ、俺のデスに返せ俺のデスに返せ、ダッシュダッシュ、リフンリフンで、デスに効果、何らかのカードは蘇生しなければならない、スタンバイフェイズ、いやこれはもうしょうがないからダッシュ蘇生するしかねえ2100だ、勝ってるぞ、ダッシュガイはお前の打点を抜いている、うわーきつすぎ、わろた、え、これ何出せんのこれ、あ、ディナイアルか何起きるこれ、何起きる、ディナイアル効果、これデスベに戻すことができる、一応どうやって出すんだよ、じゃあ無理ゲーすぎる無理すぎる、アークデクレアラー、俺を守れちょっと無理、トマホーク通んなかったら無理やって、これでやっぱデスベニビートで勝てるわけなくね、これもうなんかサブプラン抜いてもいいまであるわ、これそのなんかアナコンダデスベニしたところでそれだけで勝てるほど関係甘くないみたいなのがあるんで、はい、あー、はい、OK です。でアレイスター回収されて、でアレイスターの効果は一応無効にはできるが無理だ、でもね余計だろそれ、
トマホークくん通んないとね、無理だね。あ、一応いけそうですね。とりあえずちょっとビシュダくん出しますか。ビシュダ出しに行って特殊召喚していく。ほい、はい。で、なんもなそう。マジ？なんもねえのかよ。おい、また甘えてんのか、お前。ぶち殺すぞ。ぶち転がすぞ、てめえ。で、リフレクター効果。やべえ。なんか全部通る。やった。誘発握って名前でしょ。この環境で。とか言って。2ビル飛んできたらやばいな。ちょ、2ビルだけ本当にやめてくれ。リフレクター効果を発動していくぜ。これガチでなんもないじゃん。いやー、ここまで展開できてしまうともう相手死んでしまいますね、これ。これ相手死んでしまいますよ、これ。これ、死んでしまいますよ、これ。お、何ができんだ、おら。見よ、この最強盤面。白すぎる盤面が。では、これは白すぎる。この盤面を処理しましょう。でも向こうがね、まずは、冥王結界。あそれは聞いてないよ。見事に返されたな。冥王結界は禁止で。